ヒカルさんのファンはほんまに県外からでも来てくださるっていうのがめちゃくちゃ嬉しくて、今日いつもいるあの聖地巡礼のムアド店ではなくて、今日もすいませんカルカミでコーデラ店にいたんですけど、わざわざあのコーデラまで来てくださいました。ありがとうございます。ありがとうございますね、本当に。はい、で今日は大事なお知らせがあります。そうです。明日からね。そうですね、もう、ユンユンは今日からですけど、僕明日から、はい、今まで野田とコーデラにいたんですけど、浜江店に、移動になりました。おお、はい、イエーイ、なんかまあでもちょっとあの、はい、駅からちょっと遠いんですけど、はい、3年鹿間駅、3年鹿間駅ですね、はい、3年 JR ではなく3年鹿間駅からやったら、はい、タクシーでどれぐらいだろう、10分ぐらいかな、10分、まあ、5分から10分ぐらいで、うん、はい、これかな。ちょっと東分釜井店っていうところにいますので、まあ、木取屋の、はい、本店があって、その2号店です、はい、実質ね、はいはい、そこに僕はあの移動になりましたんで、はい、もし車で来られる方は、バイパスから近いんで、そうですね、ちょっと一回その店舗までの、はい、そうですね、動画も上げなかな、行き方動画も上げたいと思うんで、はい、またあのそうですね、まだ一緒に取りに行ってなりますので、うん、また店舗までの、はい、まあ、道のりですね、はい、皆さんにあのお知らせしたいと思います、はいはい、で、まあ、僕もなんですけども、今まで中時点にいたんですけども、あの、まあ、今日から、うん、はい、僕は1号店本店に移動することになりましたね、うん、駅から近いです、はい、駅から近いですし、うんうん、バイパスからもすぐ近くなんで、確かに、なんでまたあの姫路駅で降りた方とかですね、あの本店まで、まあ、歩いてちょっとだけ距離あるんですけど、うん、歩きはちょっと15分ぐらいかかるから、駅からやな、はい、まあ、でもあの散歩が好きな方は来ていただけると、うん、僕は信じておりますんで、ぜひぜひ、はい、あのゆんゆんは本店で、はい、私は、専務は釜井店です、はい、ぜひ会いに来てください、会いに来てください、待ってます、はいはい、今日はそういう大事なお知らせの動画でした、はい、ということで皆さん待ってますので、はいはい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ではバイバイ、バイバ